マイケルビック、マイケルビック、マイケルデュアンビック、1980年6月26日隊は、アメリカ合衆国バージニア州、ニューポートニューズ出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック、QB。ピッツバーグスティーラーズに所属していた際は、登録名を、マイクビックとしていた。左投げ。弟のマーカスビックも元 NFL の QB。 2007年に、刀剣賭博に関わった容疑で、連邦大売信に起訴され、禁錮23ヶ月の実刑判決を受けた。NFL からは無期限出場停止処分を受けていたが、2009年7月27日に、処分を解除された。バージニア州、ニューポートニューズで生まれる。幼少時には、弟のマーカスと共に、父からフットボールを教わる。 早くから抜きんでた才能を発揮し、高校時代には全米ナンバー 19B としてその名とどろかせた。高校時代の通算成績はパスで4846ヤード、43td、ランで1048ヤード、18td であった。高校卒業後、バージニア工科大学にフットボールの小学生として進学。二年時のフロリダ州立大学とのシュガーボールでは、 ビッグプレイを連発した。2000年シーズンには SP 賞の最優秀カレッジフットボールプレイヤーに選出されている。同年には14歳の時を最後に野球をプレイしていなかったのにもかかわらず MLB コロラドロッキーズからドラフト30巡目全体887位で指名されたが入団しなかった。ビッグは NFL ドラフトの目玉選手に挙げられ2001年の NFL ドラフトでアトランタファルコンズから全体1位指名を受ける。アフリカ系アメリカ人の QB で全体1位指名を受けたのは NFL が現在の形になった1970年以降で初めてのことだった。大学2年生でドラフト指名を受けたため大学時代での試合出場は2年間でわずか20試合であった。大学時代の成績は以下の通り。ルーキーイーは クリスチャンドラーの下でプレーを1年間じっくり学ぶ。得意のランプレーでは、全評判通りの力を発揮したが、不安のあったパスプレーでは、プロの壁にぶつかり、パス成功率44.2%、QB レート62.7という低調な成績に終わる。2002年にクリスチャンドラーの放出によってビッグは先発 QB に指名され見事に期待に応え大活躍を見せた。 課題のパスプレーでも進歩を見せ、一躍、スター QB の座を掴んだ。チームは、プレーオフに進出し、かつて観客不入りのファルコンズとも言われたチームを、ビッグの活躍で、すべての試合でチケット売り切れという現象まで起こした。まさに2002年シリーズは、マイケルビッグの年と言われるほどの注目を集めた。ミネソタバイキングス戦では、NFL の QB 記録となる173ヤードを、 走った。2003年シーズンは、足の怪我のため、ジョン・キトラが彼の代わりに4試合に先発した。2004年には、新ヘッドコーチにジム・モーラ・ジュニアが就任しチームも、躍進し NFC 南地区優勝を果たし NFC、ヤンピオンシップゲームまで進出したが、ディフェンスコーディネーターが構築した強力ディフェンスを誇る、フィラデルフィア・イングルスに、 パス獲得136ヤードに抑えられて敗れた。個人ではランで902ヤードを走り、q b では断突の走力を見せつけた。同年12月20年総額1億300ドルで契約を延長した。2005年には NFL 東京2005に出るため来日した。第4週のミネソタバイキングス戦で右膝をひねって途中退場。 翌週のニューイングランドペイトリオッツ戦で欠場した。シリーズはチームが噛み合わない試合も多く、最下会に終わった。2006年シリーズでは7勝9敗で、畜3位と振るわなかったが、QB としては NFL 史上初めて1000ヤードラッシュをマーク。2007年シーズン開幕前に、刀剣賭博への関与が発覚し、動物虐待等の容疑で逮捕、起訴された。 NFL からは無期限出場停止処分を受けた、詳細は後日。2008年7月、1、600万ドルの資産に対し、2、0ドルまで負債が膨らんだビッグは、バージニア州の裁判所に破産を申請。チームやスポンサーからの報酬約1億ドルを失っており、契約不履行により450万ドルの債務を抱えていた大口債権者のジョエル・エンタープライズに、 対する訴訟が不調に終わったことにより、破産に踏み切った。しかし、翌2009年4月、NFL に復帰できる保証がないことや、自宅や車などの資産処分が不十分であることを理由として、裁判所は破産申請を却下した。出場停止処分中も、ビッグの所有権は依然として所属チームのアトランタ・ファルコンズにあったが、ファルコンズには2008シーズンの攻撃新人を待った。 ライアンという不動の SQB が頭しており、仮にビッグの NFL 復帰が実現しても放出は確実視されていた。2009年6月12日、ファルコンズはビッグとの契約破棄を正式に発表し、ビッグはフリーエージェントとなった。同年7月20日に契機を終えたビッグは NFL 復帰を目指してトレーニングを再開。その後、 ロジャーグッテル NFL コミッショナーとの話し合いを経て7月27日に条件付きで出場停止処分を解除された。早ければ10月の第6週にも NFL に復帰する可能性が出てきたがすでに複数のチームがビッグ獲得の意思がないことを表明しており2年のブランクや29歳という年齢から仮に獲得の意思を示すチームが現れたとしても かつてのような長期大型契約を結ぶのは絶望的だとされた。2009年8月13日にフィラデルフィア・イーグルスと2年契約を結んだ。年俸は1年目が160万ドル。2年目はチームに公式権のあるオプションで500万ドルを超えるとみられている。イーグルスにはプロボール選出5回のエス・キュービードノバン・マクナブがいるため、ビッグはマクナブに次ぐ。 第2の QB としてキャリアを再スタートさせている。ビッグの優れた乱能力を活かすため、主にワイルドキャットフォーメーションを中心にした攻撃において起用された。第13週のアトランタファルコンズ戦で復帰後初の TD を挙げた。その年チームはプレイオフに進出し、ダラスカウボーイズと対戦をすることとなった。エース QB マクナブは調子が出ずビッグと交代し、 最初のパスプレーで76ヤードの TD を決めた。2010年のオフシーズン、ドノバン・マクナブが移籍したものの、若手のケビン・コルブが先発として起用され、ビッグは2番手となった。開幕戦でコルブが負傷したことにより途中交代で、出場、第2週のデトロイト・ライオンズ戦で2006年以来となる先発出場を果たし、パス34回中21回成功。 284ヤード獲得に TD を決めてチームの勝利に貢献した。以降、アンディ・リードヘッドコーチはビッグを先発で起用することを明言。第10週のワシントン・レッド・スキンズ戦は昨年の同僚であり、イーグルスへの入団をバックアップしたマクナブとの直接対決が大きな注目を集めた。ビッグは開始1プレー目からタッチダウンを奪うなどの大活躍を見せ、 結果として 4td パス、2td ランを奪い59から28で対象した。その後、チームは10勝6敗で、地区優勝を果たし、プレーオフに進出。自身もレギュラーシーズン過去最多となるパス獲得3018ヤード、21td パスを記録するなど、パサーとして大きく開花した。これは、イーグルス入団以降、マクナブ、コレブの控えとして、練習時に、 対戦相手 QB に徹した経験が大きく影響していると言われている。この年11試合で先発し8試合で勝利3018ヤード、キャリアベストの 21TD、QB レーティング100点に何でも QTD の成績でカムバック賞を受賞した。また、プロボールのファン投票では全体2となる152万票を獲得し、NFC 先発メンバーに選出された。 2011年2月にフランチャイズ選手に指定された。同年8月、チームと6年1億ドル、4000万ドルの保証で契約を延長した。この契約で彼はトム・ブレーリ、ペイトン・マニングに次ぐ現役3位の年俸であった。またイーグルスはナム・ディア・ソー・ムーア、ドミニク・ロジャース・クロマティ、ビンス・ヤング、ロニー・ブラウンなど多くのプロボール出場経験のある選手を補強。 ドリームチームと呼ばれスーパーボール出場が期待された。開幕戦は勝利したもののその後4連敗。第2週、第3週には2試合連続で負傷退場。彼が退場した後の第4球にチームは逆転負けを起死した。第5週のバッファロービルズ戦では自己アーストの4インターセプトを起死した。第10週のアリゾナカージナルス戦で肋骨2本を骨折したウィックは 第11週から欠場している。2012年第10週のダラスカウボーイズ戦で脳震盪を起こし以後欠場した。2013年2月、イーグルスとの契約を見直した。この年シーズン前半にハムストリングを痛めて、ニック・ホールズが代わりに先発 QB となった。この年イーグルスのヘッドコーチに就任したチップ・ケリーには好かれていたが、 2013年シーズン終了後、ニューヨークジェッツと一年契約を結んだ。なお、ビッグ獲得に伴って、ジェッツを解雇されたマーク・サンチェスが、ビッグのフルズ・イーグルスに移籍したことによって、くしくも両チームが、QB の入れ替えをした形になった。ジェッツ移籍前までは先発待遇を望んでいたビッグで、あったが、移籍後は、若手 QB のジーノ・スミスの指導役に回ることとなった。 2014年8月22日、スミスが開幕先発 QB となることが発表され、ビッグは控えに回ることとなった。2014年シーズン終了後に、ジェッツとの契約が切れて、フリーエージェントとなっていたが、2015シーズン開幕直前の2015年8月25日に、ピッツバーグスティーラーズと契約を結んだ。スティーラーズでの登録名は、マイクビッグ。 当初は、ベン・ロスリスバーガーの、非階級 b としての契約だったが、第3週の試合でロスリスバーガーが負傷し、交代出場。翌週より先発となり、第5週のサンディエゴチャージャーズ戦では試合終わり間際に、得意の乱で24ヤードを稼いで、逆転勝利に貢献するなど、存在感を示したが、第6週の試合中に負傷し、退場、以後出場なく終わった。 このシーズン限りで再びフリーエージェントとなり、現役続行の道を模索していたが、2017年2月に引退を表明。驚異的な身体能力を誇るアスリートであり、大学時代からその強権とトップクラスのランニングバック級の脚力で注目され、史上最速 QB と評される。2006年度には QB として史上初めて1000ヤードラッシュを記録。 同年のラッシングでの平均獲得ヤード8.4は NFL レコードである。パス成功率はキャリア6年通算で53.8%と高い、型ではなくパスプレイよりもランプレイを持ち味として状況に応じたプレーをする典型的なモバイル QB である。ビッグの脚力は QB のみならず NFL 全体でもトップクラスであり40ヤードダッシュ4.2秒の 瞬速で瞬時にトップスピードに乗り、変幻自在の鋭いカットで、相手ディフェンスを振り切る。2年目の2002年シーズンでは、第13週のミネソタバイキングス戦において、ランだけで173ヤードを稼ぎ、QB の一試合最多獲得記録、ランを更新した。ランが得意であるため、ワイルドキャット戦術にも適している。しかし、違法統計による2年近い週間で実戦から、 長期間離れてしまったため、体力、技術、スピードの衰えが懸念されていた。2010年シーズンで契約が満了するが、フィラデルフィアインクワイアラー氏によると、イーグルスは誰も、俺の獲得に動かなかった時に手を差し伸べてくれた。このことは、今後の挙手を決めるとき、大きな影響を与えるとコメントしている。2011年、ホーブスで行われた嫌いな NFL 選手では、 不名誉な一位となっている。2007年4月26日、ビッグのいとこが、麻薬、マリファナ密売の容疑で警察に逮捕された。いとこが住んでいたバージニア州のビッグが所有する、邸宅で、家宅捜索が行われたところ、多くの傷ついた犬と刀剣の痕跡が発見された。邸宅からは60頭以上の犬と刀剣に使われた、用具が押収された。 その後の捜査で、ビッグと仲間3名が自宅の裏庭でドッグファイトを開催し、賭博を行っていたことが判明した。さらに、刀剣に使用するピットブルの調達やトレーニングを行い、刀剣イベントを運営する違法企業の経営に関わったほか、戦いに敗れた犬を銃、首吊り、電気ショックなどで処刑する残虐行為を行っていたことも明らかになり、 連邦大売信から起訴された。当初、ビッグは容疑を否認していたが、同罪に問われた仲間の証言もあって追い詰められ、最終的には、司法取引に応じ、2007年8月27日に開かれた裁判で、刀剣賭博への関与を認め、公的に謝罪した。判決を待たずして、NFL からは無期限の出場停止処分を受けた。2007年12月10日、 連邦地裁はビッグに禁錮1年11月の刑を言い渡した。週刊中の2008年11月13日、ビッグの弁護士がビッグは復帰を望んでるというコメントを明かした。2008年1月8日、バージニア州の刑務所からカンザス州の刑務所へ移送された。2009年5月21日、刑期を2ヶ月残してカンザス州レブンワースの刑務所を出所し、 自宅に戻った。刑期の残り2ヶ月間は、当局の監視の下で、自宅軟禁され、さらに3年間保護観察下に置かれる見込みである。弁護団の一人によると、ビッグは自宅に戻れたことを喜んでいるが、自宅軟禁期間中は、構成の一環として、建築会社での時給10ドルの労働が課せられた。NFL のロジャー・グッテル・コミッショナーは、7月の刑期、終了後に、 改めてビッグの処遇を検討することを明らかにし、復帰の条件としてビッグが世間に謝罪し、それが受け入れられる必要があるとした。ビッグは NFL 復帰を目指し、本格的なトレーニングを再開。アトランタファルコンズのアーサー・ブランクオーナーはビッグの NFL 復帰を支持する意向を表明し、現役選手からもビッグの復帰を歓迎する声が上がった。しかし、ブランクオーナーは ビッグのファルコンズ残留の可能性については否定し、その後、実際にファルコンズはビッグを解雇した。7月20日に契期を終えたビッグは、グッテルコミッショナーとの面談を経て、28日に周囲から得られる支援を最大限に活かし、人生とキャリアの再構築に専念することを条件に、出場停止処分を解除された。ビッグは代理人を通じて、 再び機会を与えてくれたことに感謝しているとコメントした。なお、ビッグは今後全米動物愛護協会が展開している刀剣撲滅運動に尽力することを約束している。週刊中のビッグと面会した同協会のウェインパーセル代表によると、ビッグは自らの犯した罪について深く後悔しており、刀剣の撲滅へ協力し、特に子供たちが 刀剣に関わることを防ぐ活動に携わりたいと話しているという。米国では動物虐待に対する批判が強く、刀剣は全米50州べてで重犯罪に指定されている。そのため、動物愛護団体を中心にビッグの NFL 復帰に反対する人も多い。ビッグの復帰に関しては復帰を容認する声が多数を占めつつあるものの、依然として賛否は、 分かれている。USA Today が2009年5月に実施したビッグの復帰の是非を問うアンケートでは31%が自身のヒ育クチームでの復帰23%が自身のヒ育クチーム以外での復帰14%が2010年シーズンまで復帰見送り33%が永久に NFL に復帰すべきでないという結果であった。 フィラデルフィア・イーグルスへの入団記者会見の際には会見の冒頭で自分がひどい罪を犯したことは分かっている。最悪な過ちだったと自身の罪について改めて謝罪した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。